奥田菊氏は日本の海軍軍人。少年飛行兵制度を発案することで、予科練に至る基礎を作り、後に航空隊司令として作戦式中に戦死した海軍少将である。奥田は兵庫県出身で、神戸一中を経て1914年に海軍兵学校を卒業した海兵42期生である。席次は117名中54番であった。 翌年12月海軍少委任官。海軍法術学校高等科学生を経て、その先分隊長。ついで、新域総員として、アメリカ合衆国に出張した。同艦分隊長、島風法術長兼分隊長と法術畑を歩む。同期生の戦闘を切って、近藤大一郎と共に、海軍大学高校主学生に進み、卒業後航空に転化。 霞ヶ浦航空隊府県教官となり、1926年12月1日、詳細進級。海軍大学校教官、海軍航空本部出資、連合艦隊司令部府を経て、第一航空船隊参謀、横須賀陳守府参謀、軍令部出資県軍務局出資等を歴任した。少年飛行兵制度の創設を提案したのはこの、少佐時代であった。 仲裁へ進級し、ジュネーブ海軍軍縮会議随員を命ぜられ、国際連盟陸海軍、問題常設諮問委員会海軍代表随員、同空軍代表随員、国際連盟軍備縮小準備委員会代表委員、随員、国際航空委員会代表随員を兼任する。帰国後、再び海軍大学校教官、第一航空戦隊参謀を経て、 1935年11月15日、大佐昇進と同時に、新議官庁となる。海軍航空本部総務部第一課長を経て、第13航空隊司令に就任。第13航空隊は、第2連合航空隊司令官、大西滝次郎の帰下にあった。奥田にはすでに転任通知が届いていたが、観光空襲に対する報復のため、 生徒爆撃作戦への同行を望む体制に変わり、自ら指揮官として参加した。この攻撃は、第1連合航空隊、第2連合航空隊の陸上攻撃機全63機で実施されたが、奥田が登場した総指揮官機は、戦闘機の迎撃によって被弾した後、垂直降下して地上に激突。奥田は戦死した。奥田は降下前に直立し、 操縦員二人を一別した姿が目撃されている。奥田ら戦死者の追悼式における体制の長寿は涙で震え、大西は倒れてしまい病室に運ばれた。奥田の死は、その翌日に同期生である大西晋三三戸久氏から遺族に伝えられたが、その対応は毅然としたものであった。奥田が発案した少年飛行兵制度は、 高等小学校を卒業した少年を教育し、早くから操縦技術を学ばせることによって優秀な搭乗員を多数養成することを目的としたものであった。この制度によって養成されたものが太平洋戦争初期に名人芸とも言われる医療を発揮した日本海軍航空部隊の主力を成した。大海軍を思う少年飛行兵と射出機、神戸一中と 海軍19から25ページ、自伝的日本海軍島月、記、有馬正文の遺言、海軍陸上攻撃機209から213ページ、指揮官174から175ページ、太平洋戦争名称優勝二百273から274ページ、海軍生活砲弾425ページ。ありがとうございます。